対に勝ちたいと思ってたし、まあ、勝たないとダメな試合だったと思うし、すごい、ね、もったいないゲームをしたかなと思います。まあ、常に、ね、あそこの、ね、フォアのこぼれ球は、ね、狙ってたし、まあ、それが、ねまあもうね、二十何試合も出て、ね、初めてというか、まあ、息子の戦で2回目か、ああいうゴールが奪えたのは、ね、まあ、いつも走ってるからだと思うし、まあ、そこは、ね、常に狙い続けないとダメだと思ってたので、まあ、ああやって、ね、まあ、今日は、ね、ボールが来て、ね、よかったなと思います。いや、まあ、本当一試合も、ね、負ける必要のないゲームだと思いますし、まあ、今年は、ね、やっぱり僕たちも、ね、やっぱプレーオフを目指していた中で、まあ、上位に、ね、食らいついていたので、まあ、しっかり、プレーオフ2で、ね、勝ち点を重ねていかないとダメだしと思いますし、まあ、そうしなければならないと思うので、まあ、本当に、ね、勝ちだけを狙って、ね、引き分けなんか今日みたいな引き分けなんかいらないですし、絶対勝ち続けないとダメだなと思います。